昔付き合ってた人が人のものを勝手に使う人だった。私は学生で、彼は独立した社会人で高収入だった。彼はお金はあるし物欲もある人だったけど、高級なお店に行って店員さんと話したりするのが苦手。私はお買い物好きで、特に伝統ある素材がいいものが好き。バイトでせっせとお金を貯めて、セーターや万年筆やスーツケース、カップ、食材、少しずつ買い集めていた。彼はそれらを全部勝手に使って持っていっちゃう。返してって言えば返してくれるけど、イライラした。彼の家に泊まって朝起きると、私のセーターやコートがない。バインダーや万年筆もない。パスケースもない。一度に全部じゃないけど、いつもそんな感じだった。で、彼が使ってるオア持ってる。これいいね。低顔で。私着るものがないよ。返して。って言うと。別の貸してあげるよ。今日これ貸して。で、ダメって言えば笑って返してくれるんだけど。ある時、私の毛抜き、ドイツ製で素晴らしい。1万位。を、勝手に化粧ポーチから出して使ってた。びっくりして聞いたら、私が洗面所で使ってるのを見て、いいな、使ってみたいと思ってた、とのこと。私の行動とか持ってるものを逐一チェックして、良いものがあったら使おう、借りよう。思ってるのがよくわかって、イライラして嫌いになった。自分だって稼いでるんだから自分で買いなよと。彼はケチではなくて、おごってもらったりももちろんしてた。だから彼女が持ってるものは自分も使っていいってナチュラルに思っていたんだと思う。まさに止めことめのうというか、また私がマニッシュというか中性的なものが好きだったから、男性でも使いやすかったんだろうね。何でも大きめで心狭いかもしれないけど、自分が一生懸命探して買った自慢の一品たちを遠慮なく借用されて悪びれない様子に我慢できなかった。使おうと思った時にないって結構ストレスだよね。